ンセス後藤真希。さて青コーナーリキックス所属後藤真希、こちらがシーザージム新小岩所属アリサです。50kg 契約、2分3ラウンド延長1ラウンドマッチ。通常の立ち技パンチ蹴り膝に加えて投げ技、それから立ったままでの関節技が認められているシュートボクシングです。さて2人ともアマチュアキック歴が豊富なファイターですが、はい、赤コーナーのこちらアリサ注目選手の一人ですよね。そうですね。なぜこの子昔女子プロレスラーですからね。スターダムで活躍していたんですよね。はい、まあ、そのスターダム以前にももうアマチュアシュートボクシングでも活躍して優勝もしておりますし、非常に打撃には長けた選手です、はい、このシーザージム新小岩にお父さんと一緒に幼少時代から通っていたんですね。いやこれはまたそのプロレスの方は今一時休業しておりまして、はい、その中で今このシュートボクシングの選手としてオープニングの試合に登場したというのは、やっぱりプロレス界においても非常に注目しておりますし、はい、うん、これは格闘技界にも注目、逸材ですね。これ身長は167センチあります。大きいですよね。ロングレンジの蹴りを出してきます。後藤の方も165センチ、体格的にはこれ引けを取りませんね。おお、それでもパンチが顎に当たりました。今左を伸ばしてきましたね。まっすぐなストレートですね。そのまままっすぐ後ろに後藤がダウンです。立ち上がっています。続行可能。1ラウンドに2回ダウンしますと負けとなってしまいます。これアリサとしては一気に詰めていきたいところですね。それから縦蹴り、器用な蹴りを、ね、ブラジリアンキックみたいなこともしますし、彼女は逆にそのシュートボクシングのアマチュアの中でもいい選手でしたけども、はい、プロレスの中でキックを使うことで蹴りのバリエーションを増やした選手でもあるんですね。やはりその相手との間合いですよね。実戦の中でいろいろ測って、そうですね、やっぱりプロレスだと経験がね、試合数が多いですから、はい、非常にこうリング度胸がついたんじゃないかと思いますね。そうでしょうね。このコスチュームなどを見てもそうですよね。これ目を引きますよ ね、 そうですね。この長いスパッツ、ロングスパッツというのがシュートボクシングのいわゆる正装です。それを着用してやってまいりました。ここも左のストレートから右のローキック、いろいろ蹴りの軌道もありますね。有沙、有沙選手はこのサウスポーからの左のストレート非常にいいですよ。これをどう見るのか後藤、こういう相手にはこれ後藤はどう返したらいいでしょう。やっぱり正面に構えすぎるとね、なかなか今みたいなストレートをまた同じようにもらってしまう、はい、でストレートはもうきちんともう正面からもらうと今さっきみたいにストーンと倒れてしまいますから、はい、やっぱりよくまっすぐの攻撃じゃなくて回りながらね、まあ、基本ジャブを出しながら自分の攻撃を仕掛けていくという左回りでね、はい、うん、ただ、まだデビュー戦ですしダウンをしてそれはパニクればいろんなことも飛んでしまいますね。今度はしかし後藤の方も左を返すが、さらに左をアリサの方が打ち込んでいきます。チャンスと見たようで近くなると膝もあります。第1ラウンド終了です。さてアリサ左のストレートでダウンを奪いました。これ大江さん今足を組んでインターバル、すごいですね。このね、このストレートも、はい、顎にカターンとまっすぐ当たる、これがね、皆さんこのダウンっていうのがね、どんな仕組みなのか分かんないかもしれないですけど、はい、これね、ガツンとまっすぐ当たることで脳が揺れちゃうんですよ。よくそう聞きます。脳が揺れてしまうと体が言うことを聞かなくなって倒れちゃう、はい、なかなか立ち上がることもそのせいで、そうですね、まあ、お酒に酔っ払った感覚にも似てるんですけど、はい、自分の体を制御できなくなる。左、硬いストレート取りましたね。いや、お話の途中でしたが、これ今は振り下ろしでした ね、はい、ね、蹴りの後打ち下ろしみたいな感じでね、よく立ちました。鼻血を見ている後藤、後藤のガッツも素晴らしいんですが、相手の攻撃をかわしてから左フックはアリサです。さらに左、はい、もう一回バックスピンキックからパンチへつなげていく。この攻撃のつながりも完全にアリサ、もう自分の引き出しここで完全に開いてきていますね。アリサの攻撃です。ちょっと後藤選手厳しいですね、ここコーナー出ないと厳しいですよ。防戦一方ではいけません。レフィリーが間に割って入りました。もうこれちょっと続行不可能ということですね。試合終了です。勝者はアリサ、2ラウンド TKO 勝ちです。いや、改めて大江さん、これ感想いただきましょう。
とにかくやっぱり左ストレート、ガイドもダウンオーバーと同じパンチですけれども、いいパンチを持ってますし、いいスタイルを持ってますけどね、はい、ただ、やはりね、プロレスのリングとシュートボクシングのリングと格闘技は違いますから、もうちょっとこれから経験を積むことで